今日はこのラープにします。タイのひき肉炒めですね。ちょっとまたガパオとは違う感じのやつなんですよね。これをいってみたいと思います。できました。ラープライスですね。タイのひき肉炒め。これまあ、あんまライスでは食べないのかな、ちょっとわかんないですけど、ただ無印ではライスと一緒になってたんでラープをいってみます。辛いのかな。じゃあ今日は鍛錬、今日かなんかビールっていうか発泡酒第3のビールが高くなってました。あれびっくりした、と思いました。だから今日は発泡酒にしました。うまい。発泡酒は、ね、とりあえず値段そのままなんですかね。じゃあこのラープをいってみます。タイですね、これはね、エスニックです。まずそのラープだけいってみますよ。めちゃくちゃ辛いね。めちゃくちゃ辛いですよ。調子に乗って青唐辛子足しちゃいましたからね。なるほどね。うん、辛い。これはこれはね、いろいろ味変するべきですね。辛っ。ナンプラーいきます。ナンプラー結構ナンプラーかけまくった方がいい気がしますね。相当辛いですよ。ああ、いい匂いがしてきた。ああ、だいぶまた味が変わりましたね。うまっ。さあ次、レモンいきます。これレモン大量にかけてもいいかもしれないですね。ああ、いい香り。じゃあいきます。だいぶ別のものになってきました。うまっ。じゃあ最後にパクチーと。ああ、結構本格的ですね。ムージーもね。うまい。ビールが進む。すっかり秋ですね。涼しいし。涼しいっていうか、まあちょうどいいですね。これぐらいが一番いいっすよ。これがずっと1年続いてくれたら、それこそいいことはないですけどね。まあでも、まあ、そうすると四季の感じがなくなるのか。でももう10月でしょ。ほんと残すところ11、12ってあと2ヶ月なんですよね。だってこの前、正月のあったばっかって感じしませんかね。なんか年取ったせいかな。もう月日が経つのが早くて早くて、まあ、やってることがまあ YouTube ぐらいしかね、やってることないから、日々変わらないからそう思うのかちょっとわかんないですけど、本当に月日がゆっくり流れるようになってほしいなと思いますよね。もう一歩一歩死に近づいてる感じが、早まってる感じがするんでね、ちょっとね、嫌だなと思いますよ。ジャニーズの、ね、会見もあるんでね、だらだら喋りながらジャニーズの会見を見ようかなと思ってるんですけど、昨日僕ね、あの佐藤健くんの動画を上げてね、多分ね、まあ多分気になった人いるかもしれないですけど、上げ直してるんですよね。理由を話しますが、何度か、まあ年に1回ぐらいあるんですよ。著作権に引っかかるんですよ。かといって別に何の著作権ってわけじゃないんですよ。僕が動画見てる人分かると思う。一番最後にチャンネル登録をお願いしますっていう時に音楽流れるんですよ。まあ、ランダムに音楽流してるんですけど、それで僕の音楽ソフトに入ってる著作権フリーの音源なんですよ。その著作権フリーの音源がなぜか著作権に引っかかることは、 YouTube のね、著作権に引っかかることは年にね、1回ぐらいあるんですよ。もうその時は一番イラッとくるんですけど、それが昨日何回やっても引っかかって。なのでめんどくさいから僕はその音楽を消して、音楽を抜いてね、再編集して夜中にまた上げた。だから夜中に上がり直してるんですけど、でもこれでもいいだろうと思って。今さっきですよ。また引っかかってるんですよ。またその音楽で。出るんですよ。これで引っかかってますっていうのが。YouTube から来るんですけど。いや、音楽抜いてますからって。音楽入れてないんだけどって思うんですが、もうこれ AI が判断してるんで、もうこの動画自体がその音楽が入ってるって、もう多分 AI が思い込んじゃってるんですよね。入れてなくて。これじゃ上げ直すのももうめんどくさいんで、もうこのままいいです。著作権に引っかかってても別に僕は罰を受けるわけじゃなくて、その動画の収益が、その著作権を持ってる人の方に流れるっていうだけの話なので、まあもう、そんなんだったら別にいいやという感じでやっときますけどもね。これ、モカちゃんの、なんか、モネちゃんに対しての、
インタビューでポカポカでやったんですけど、もかちゃんほんと顔ちっちゃく、ちっちゃいですよね。顔可愛くなってます。めちゃくちゃ顔ちっちゃくて痩せたなと思うけど、もかちゃんは姉は世界で一番いい人でもう全部受け入れてくれるので私はそこにひたすら甘えてって言うと笑顔を浮かべてると。最高の姉妹だねと。推しの曲として俺の、まあ、要はスピッツのファンだって話ね。なんかそれずっと言ってますよね、スピッツのファンって。でもあいみょんもスピッツが好きですよね。なんかスピッアイミョンの曲って確かにスピッツっぽいですよね。岩井さんは、岩井ってあのあれか、ハレイチの岩井が、ボーカルの草野さんはああいう感じだけど、一人称俺なんだよね、普段は。それがバンドマンだなと。歌詞についても、草野さん何か言いそうにないじゃないですか、こんなこと。そこにキュンと来てしまって、私も手繰り寄せられたと思う。恋愛好きもあります。もちろん、神様として崇めてるところもあるので、恋愛を飛び越えた崇拝みたいなと。草野正宗ってね、ボーカルですね、スピッツ。ネットでは、世界、姉は世界一いい人と語るモカちゃん、いやいや、あなたもかなりいい人に見えます。姉は世界一いい人、倍。モカちゃんもいい姉妹だな。モカちゃん、姉は世界一いい人ってポカポカで言ってた姉妹愛などのコメントもあって。まあね、仲のいい姉妹で。趣味も合うんだろうなって感じがしますけどね。多分。モネちゃんもスピッツは好きなんだろうなって感じがしますけど、まあ、ちょっとスピッツについて話すと、スピッツってのは新宿ジャムっていうライブハウスにいたんですよね、出てたんですよね。で、僕もバンドマンだったんで、僕も主軸にしたら新宿ジャムなんですよ。第一金曜日が僕の日だったんですよ、新宿ジャムの。僕が企画して、僕のバンドと対バン、僕が選んだ対バンとやる日が第一金曜日にずっとあったのかな、あの頃はね。僕が新宿ジャムに出始めた頃は多分90年代頭ぐらいですよ。1991年ぐらいか、1990年ぐらいからだと思うんだけど、その頃やっぱりスピッツもやってたんですよね、新宿ジャムでね。バンドブームの後ぐらいなんですよ。もう少しバンドブーム後ぐらいに、ライブハウスレギュラーになるようになったんですけど、スピッツも出てましたよ。スピッツはね、多分ね、ネオはこのくくりになってたんですけど、フリッパーズギターとかね、もう新宿ジャムで、ロリポップソニックってバンドでよく出てたんですけど、僕のイメージとして、スピッツがこんなに売れると思わなかったっすよね。新宿ジャム出てる中でね、新宿ジャムから売れたアーティストってのいっぱいいるんですよ、当時。爆竹なんかそのヒットなんですけど、あと、ブルーハーツなんかまさに新宿ジャムが誇るバンドみたいな。あと、スカパラとかもそうじゃないですか。ジャム、新宿ジャムで僕が見た中で、最初から売れるなと思ったのは騎士団ですかね。新宿ジャムの当時の店長だった佐川くんっていうのがレーベル持ってて、そこでティンスターっていうレーベルで出したとこから始まったんですけど、その前に企画もんでね、新宿ジャムでライブやってるの見たんですけど、いや、もうその当時からめちゃくちゃ面白かったんで、これは売れんの当然だなと思いました。まあ、いっぱいいるんですよ。もう、上げたら切れないぐらいいるんですが、その中でスピッツは何売れると思わなかった。あ、出た瞬間から売れるって思うアーティストってのはやっぱりいるんですよね。僕の友達で、下北沢シェルターっていうライブハウスがあって、そこの、店長だった西村くんっていうのが言ってたけど、オーディションに来た中で、オーディション見た瞬間に売れるっていうのは、思ったのはレミオローメンだって言ってましたね。レミオローメンがオーディションで、一曲売った瞬間にこれは売れるから絶対うちは離さないと思ったって言ってました。まあ実際売れましたけどね。まあ、なんかそういうのがいろいろあるっていう、ちょっとした話でした。